こんばんは、ルミです。今、東京ゲゲゲイのライブ帰りです。バスが6分も待つので、ちょっとこの隙に音声を撮ってみようと思って今撮ってます。もうすごい良かった。でも私2階席の後ろから2列目の席だったので、1階の方は結構スタンディングで聞いてる人が多かったんですけど、2階席ほぼゼロ、ペンライトもちょっとで、私人生初ペンライトを買いました。でもずっと立って踊りたいんだけど、まあ、踊るっていうか、まあ、立って揺れながら聞きたいんだけど、私の後ろにもう一席あるのでちょっと迷惑かなと思いつつ、でもなんか結構座った状態でドタドタ動いたんですけど、一番ラストに一番好きなダンスは僕の恋人っていう曲があるんですけど、もうこの曲いつ出てくるのかな、でも前のアルバムだから今回歌わないのかなと思ったら、ラストのラストで歌ってくれたので、もう立ち上がって踊りながら聴きました。超最高だった。でもやっぱり最初から立ちながら揺れながら聴きたかったなと思って、1階席のチケットを取る力が私にはなくて、まあファンクラブとかに入ったらいいのかな。結構その存在自体を2ヶ月ぐらい前に知ったばっかりで、すごい良かった。なんかその歌ってくださる方たちはすごく小さくて、顔の表情とかは全然見れないんだけど、いつも YouTube とか私は音楽をダウンロードしてスマホに入れてるので、その聞くのとやっぱ生で見るのとは違うなと思って、とっても良かったです。なんか追加公演で岡山と松山にあるんだけど、行きたいけどってところですね。行きたいけど、なんかバスが来たな。あれは乗るやつか乗らないのか、違うな、あれは乗れないやつだな。楽しかった、楽しかった。追加公演抽選申し込んでみようかなってところです。寒い、バスがまだ来ない、あと3分くらいか。そう、なんかちょっとやっぱり広島はこうちょっとあんまりノリが良くないってよく聞くじゃないですか。いや本当にみんなあんま立ち上がらないんだなと思って、そのメインボーカルの人がわざわざステージを降りて客席を歩いたんですよ。みんながこのノリが悪すぎて、それを盛り上げるために歩いてくれたりとかして、すげえな、エンターテインメントすげえなと思いました。やっぱ岡山行きたいかもそんな感じです。今超こうテンションが上がってていい感じです。寒いけど、もうめっちゃ汗かいたのに外が寒いので風邪ひかないようにしないとねみたいな。ではまた、ルミでした。